なんか嬉しか？最近。オミカピーと付き合って寄り戻してさ、まあ、別れたりとか、ああいう時って、あの時はあの時で叩かれたし、ね、その時こうやって言われたし、やっぱりそうだろうって言われたし、なんかだいぶ経ってんだよ、コングッチいらっしゃい。なんかした俺。俺別にもうさ、別に薬も手出してないし、別に暴力だって振らないしさ、まあ何もしてないから、フラストレーションに砂収まってんのかなと思ってるけど、俺が配信でやらないから、094にいらっしゃい。うん。あ、風呂入ってる。うん。なんか最近した俺。うん。配信頻度が少ない。サイバー以降は、モニューいらっしゃい。お持ちいらっしゃい。配信頻度が少ない。まあ、彼女と会ってっから少ないんだけど、まあ、それ、まあ、そこにフラストレーションあって不満があるのかもしれないけど。もしかしたらね。うん。まあ、でも、付き合い始めってこんなもんなんや、普通。彼女が配信者ならさ、別にいいんだけどさ、違うじゃん。まず。だから彼女にも時間を使ってね、ちょっと作って、ちょっと配信やっていいって言ったら普通にいいよって言ってくれるから、うん、あのね、あのやってるけど、俺も配信結構今悩んでるわ、マジで。まあ配信なんかやめることどうせ俺みたいなさ、人間はできねえからさ、ひがみついらっしゃい。あれなんだけど。配信やめたってやることねえしな。俺に仕事できるとは思えないし、やる気もないんだから。冗談抜きで。元気なくした、ずいや、昨日の配信だって、普通に配信やってるの見せてるけど、正直から元気だよ。なんか最近ずっと放送のことで悩んでる。マジで。あのお金稼げる稼げないなんていうのは別にどうでもいいんだよね。お金は必要だし、お金くれるの超ありがたいし、ただそれね、考えながら配信してるわけでもないんだよ、うん、まあ正直いつになく弱気、うん、まあ、正直なところ配信やめることはできないんだね。001号いらっしゃい。俺が仕事できるわけでもないし、やる気もないし、配信好きだし。でも配信やめようかなとか少しちらつく自分もいる。やめれないけど。そういう自分も少しいる。もうここ数日で。まあ昨日のから元気がいい例で。ビッグいらっしゃって。いや、なおとね、支援はありがたいんだけど、支援してもらったからって元気が出る出ないとかではないんだよな。俺ほんと放送好きなんだよ。放送が好きってよりも、破天荒放送室ってただ、ニコ生時代に優雅な破天荒放送室タイトルをつけてたからただそれだけなだけであって、俺ね、例えば、ナオト、ビッグ、シンキチ、マグッチ、ラテンシ、こうやって人と喋るのが俺好きなんだよ。昔から。匿名さんとの向き合い、考えた方がいい。優しすぎる。匿名は匿名でさ、ちゃん、なんか自分の言いたいこと言えるじゃん。ただなんかな、ちょっと変わったかな、昔とは。昔の優雅の元気な感じは今はない。アンチと真摯に向き合おうと思う優雅さんの考え方すけども、でも自分のメンタルが、向き合うっていうか、あの、質問されたことに関して答えれば、分かってくれるんじゃないかなと思ってるんだよ。あ、フラットバード、ナムル、決まった。ありがとうございます。違う。これみんな、違うかな。何かみんな質問されたらさ、誰でもいいよ。例えば、ね、コキ太郎がさ、何か誰かに質問されます。答える。そしたら、あ、そうなんだとかさ、あーって、分かってもらえない？普通は。普通そうじゃない？
問された、それに答えます、こうでこれこれ本当はこれこうこうだったんだよって話したら、これあそうなんだで終わるじゃん。あの時はでも嘘ついてたなとか、そういう風になるじゃん。じゃないんだよ、それも嘘だろって言うから結局変わらないんだよな。なんかそこになんか、え、人なのに、匿名でも人じゃん、人なのに、はあ、なんかそれをずっとなんかループになってる俺。いつまでぬるま湯を使ってる？いや、別にあったかくもしれない。天才？天才なのかな、俺。わからんけど。どうしようかな、配信を。でも、アンチのかな。まあ一部なんだけどね、そのアンチって言っても、まあのぼせる、あのぬるくしたりあったかくしたりしてるわ、まあどうしよう。俺時間も今日考えてさ、まあ二部制でね、皆さんがまあ見れる時間帯に枠を開こうと思って、この2枠、こうやって2枠っていうかさ、時間帯ね、夕方枠から夜にかけてと夜から夜中に分けてってこうやって分けたんだけど、まあ結局一緒かと思ってやっても意味ねえなと思った。どうしよう、ちょっと考えてんな。あのウサマみたいなのも古いの、もうこういうやつな、こういうやつが匿名でな、人は言ったことが現実になる、ユーエンタープライズを作ってセル消化を、そしてアンチを納得させようなこういうやつ。俺こういうやつが本当に放送からいなくなってもらいたい。石川みたい、石川のりょくみたいに右向き右の放送も嫌だけどね。いつまでもしつこくしつこく連投コメントやら縦コメントやら昔のことをずっと書いている。なんかもうその後疲れちゃうよ。まあ一部だろう。昔は君が築き上げたもの、人は変わるじゃん。思わない？人の考えだったりとかそういうものだって別に一日でも変わるだろう、状況が変われば。俺一人でやってることじゃないからさ、最近は俺が主としてやってるけど、リスナーがこうやっている中、その中でこうやって変わっていけば、やっぱりルールも変えなくちゃいけない。俺は最初からリスナー叩き叩き込め、リスナーの勝手の叩きコメントと、立ち込め、連投コメントさえなければ自由だっていうのでやってた。匿名もあるでやってた。でもそのルールを守んない人間は複数人いる以上、しょうがないじゃん、ルールは。その時々で変更せざるを。しょうがなくない？だからセルシオの話なんて昔の話じゃないの？それは美化していいやつ。セルシオは全然違う。昔の話をいつまでも今もやるの？動画でも見てけよと思うよ、俺。なんか間違ってる？動画見ればいいじゃん。動画にコメントすればいいじゃん。その時の動画だったけど、生放送を見て、そのことを今言ってんだろ。動画見てこいよ。俺の今の放送には関係ねえから。話の流れで関係するんだったらわかるよ。ゆいが昔ステージを持ってるとこで言ってくれねえ、変なおもちゃのやつ見せてたな。そういうことはわかるよ。全然関係ねえのよ、そんなのだろ。
邪魔なんだよ、簡単に言う。邪魔。宇佐田さんが書いたことすごくわかるな。ゆいかさん逃げずに向かおう。何に逃げた、このクソ野郎。どうせ今作ってきたアカウントだろ、ボケ。6月の15日0時21分って今だ、アホ。今だろ、てめえが作ってきたアカウントは。逃げる、何に逃げんだ。てめえが逃げてんだろうが、 NG ぶち込まれてよ、アカウント作ってきたこのクソ野郎が。違うねえだろ、てめえのアカウント見てみろ、コミュニティってコミュニティ見てみろ、てめえが作ってきたアカウントは、2023年のな、6月25日になってんだろうよ。0時21分になってもらボケか。てめえが見てるんだろうが、このボケが。バカじゃねえの。逃げるって大体何だよ。だったら俺の放送から絶対逃げるだな。俺の放送で逃げるって言ったやつは俺の放送から逃げないで俺が放送やってる限りずっといろよ。逃げるくせに、匿名だからいなくなったかいるかもわからねえのによ。自分は逃げてるくせに、バカ。ふざけんな。いい加減にしろ。マジで。うん、やってることを、な、想像する、マルコと一緒だよ、お前らのやってることは正直。一部の奴らだけだけど。